来た。はい、皆さんおはようございます。今週の週末の最後に選んだ釣り場は元名の海岸の脇の磯場、ここにね通ってらっしゃる視聴者様より、助言をいただきまして、まあそのタイミングで本当は来たかったんですけども、真逆のタイミングになってしまいました。6時が満潮なんで今下げ始めたところですね。さっきちょうど7時になったところです。20オーバーをだいぶ連続で釣ってきましたけど、そろそろ、途切れる気がしてます。ただ、ここはね一発でかいの出やすいんで、週末の最後にこの場所を選んだという感じですね。今日の内房は大変穏やかです。今日ここでキス釣りをやるってのも良かったかもしれないですね。でここはね入り口付近にね釣り道具屋さんがあるんで非常に便利ですね。おそらくね入り口から結構釣る場所があると思うんで、で今日はね、この最近使ってるベイトロッドに、ブラックリじゃなくてね、フリーリグ、これをね今日は使ってみようと思ってます。本当はねこの間にねビーズを入れなきゃいけないかったんだけど、忘れてしまいました。はい、じゃあ結構ねのっけからいい感じの穴がいっぱいあるんで、もう入ってすぐから始めましょう。はい、じゃあ始めてこうね。早速値が上がったんですけど取れましたね。おっと来た。あれデカドロメ、いい当たりした。あったかくなってきたってことかな、ドロメが出るってことは。当たってる。ほら来た。はい、ちょっとあまり大きくはないけど一つ目いきました。はい、ラストいきました。でも18ぐらいあるね。はい、18センチ、ラストいきました。ありがとうね、バイバイ。来たね。でも当たりはそこまで大きくなかったな。グイーッと持ってった感じ、この仕掛け的にちょっと違和感あるのかもしれないね。当たってる、取られた。パクッと行くところまで行かないね。それがリグのせいなのか魚の活性のせいなのかちょっと分かんないね。針でかいかな。でもあんまりちっちゃくてね針飲まれちゃうもんね。あれ、なんでしょう、何も残らず餌を食べられるってなかなかないよね。お、食ってる。なんだろうね、入り口にカニがいるみたいだね。なかなかね落ちていかない。よし、じゃあちょっと前に進むね。やっぱビーズを忘れたのは意外とマイナス点だね。うわ、日が出てきた。これまた熱くなるね。カニがやっぱだいぶ増えてきたね。これだけあったかくなると出てくるよね。あ、一つ目釣れてからが続かないね。ちょっと根がかっちゃいました。やっぱこのフリーリグって根がからないわけじゃないんだね。ブラクリとあんまり変わんないんだったらブラカルに戻しますけど、作らなくていいっていう手間の違いがあるよね。で、そうこうしてる間にこんなに波が低いのに長靴の中びしょ濡れになっちゃった。やっぱ波に背中を向けるのダメだね。
はい、じゃあ次のセクションに行きましょう。一気に向こうまで行っちゃいますよね。この近辺はね、あんまり釣るところがないんで、ちょっと暑いんで腕をまくった。この時期の釣りっていうのは着るもの困るね。朝方は寒いしね、で太陽が昇ってくると一気に暑くなってくるっていうね感じなんで、だいたいね夜明け前ぐらいから釣りすることが多いんで、この時期ね今日は5度ぐらいでしたね朝ね。まあそのね気温だとね上着を着ないわけいかないよね。当たってる当たってる。おっとちょっと、あっとバレた。ちょっとやっぱこのリグはフッキング率低いかもしれないね。針のせいもあるかもしれないけど、ちょっとブラクリに変えよう。さすがにいないかも。当たってる当たってる。おお、上がんなかった。仕掛けのせいじゃないね、腕のせいだね。ほら食ってる食ってる。よし食った、食った。わー川一枚、今のも18ぐらいあったね。川一枚だった。杭が浅かったんだねやっぱね。コンコンっていう小さい当たりだった。言ってみればカサゴみたいな当たりだったね。ほら当たった。あーっとかかったけど漏れちゃった。でかそうだった今の。もう杭が浅いね今日は。うわ痛いな今のバラシ、いなくなっちゃったっぽいな。悔しい。20オーバーだったかもしんない。魚をバラしてしまいました。20オーバーの記録はもうダメそうですね今日は。さっきねちょっと大きめだと思うのはバラしちゃって、あれでもう運を使ってしまった気がしますね。おお、涼しい北風が吹いてきた。いかんですね。まったく一回バラしてから当たりがなくなっちゃった。ちっちゃい、ちっちゃいけど久々来た。13センチぐらい。はい、ありがとうね、バイバイ。30分以上当たりがなかった。来た。はい、ちょっとマシ。はい、来ました。村っそい19に近い18だね。はい、18センチ。村っそい来ました、ありがとうね、バイバイ。ここね回遊してくるポイントみたいな感じになってるような気がするんで、ちょっと時間かけてね、今やってます。続かないんだよね今日はね。
進もうか。はい、じゃあ次の石。よいしょ。でっかいよね、この石。まだ3つぐらいしか吸ってないよね。あまりいい感じじゃないね、今日はね。そこそこの波もあってね、海はいい感じだと思うんだけどね。うん、不発が多いね。結構いろんな場所行ってるんだけどね。はい、じゃあほぼ最終地点。釣ってる間にだいぶ潮が下がったね。今日もさらし少なめだね。弱い北風、涼しい北風が吹いててちょうどいいです。それまではね、すごく暑かった。こう腕まくりしてちょうどいい。はい、ってことでね、大きいのはまだ釣れてませんが、ちょっとね、最終地点まで来ちゃったんで、帰りながら、もうちょい釣っていきましょうね。今日釣ってきたイメージとしては浅い方がいる感じだね。深場にね、投げ込んでも一回も当たりがなかった。なんで帰りはね、ちょっと浅場中心にやっていきたいと思います。だいぶ下がったね。潮が引くとさっき打ってたところはどこだか全く分かんないね。はい、じゃあここラストチャンスだね。ちょっとね、もうだいぶ浅くなっちゃったんでね、いない可能性の方が高いね。はい、じゃあだいぶ戻ってきたんでね、ここはこの辺にしましょう。残念ながら20オーバーの連続記録は途切れました。はい、非常に残念ですけど、まあね、これまで釣ってこれたのはね、ラッキーだったでしょうね。今日はね、中潮の満潮から下げっていう状況で、今下げ5分ぐらいですね。昼頃に干潮ってことで、まあそこまでやるって手もあるんですけども、だいぶね疲れてきちゃったんで、終わりたいと思います。今日はね2時間半ぐらいやってるんですけど、時間の割には釣れませんでしたね。だいぶね春の様子になってきて、寝魚の行動も冬の行動じゃなくなってるような感じなんでしょうかね。ただね、深場っていうよりは浅場にいるっていうのが今日は多かった気がします。真冬の全く釣れない時期にね、だいぶ釣ったんですけども、気温が高くなるにつれてだんだん釣れなくなってきちゃったと、はい、いう感じですかね。で、前回も言ったと思うんですけども、ここのね夏場っていうのは経験してないんですよ。春から夏にかけてね。なんでね、今年はね月に1回2回は、ここに来ようと思ってます。はい、じゃあ今日は終わりにしましょう。いつもご視聴ありがとうございます。ライク、シェア、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。またねー。